マスクドツリーフロックは中南米に生息する樹状性のカエルです。ニカラグアやメキシコなどに生息しています。日本ではあまり有名なカエルではないですが、最近はブリーダーさんの努力によりブリード個体が多く出回り、手に入れやすくなっています。さらに飼育も簡単なため、カエル飼育初心者でも安心して飼うことができます。マスクドツリーフロックの飼育を検討している方はぜひこの動画を視聴してください。マスクドツリーフロックは野生採取個体と飼育下繁殖個体の両方が流通しています。 CB 個体の場合、オタマジャクシとベビーが流通しています。ワイルドの場合はヤングからアダルト個体が流通します。成体の相場は CB 個体で2000円から4000円くらい、ワイルド個体で4000円から8000円くらいです。私が飼育しているのは CB 個体です。オタマジャクシの飼育は容易で 2,3 週間で上陸を始めます。オタマジャクシはほうれん草やプレコフードを食べます。餌で水が汚れたら水温を合わせた水で8割くらい交換します。水温は25度前後をキープしてください。水温が低いと病気になったり小さいサイズで上陸したりします。オタマジャクシに前足が生えた時点で餌を食べなくなります。そしたら濡れたキッチンシートやウールマットを飼育ケースに敷き、上陸に備えます。数日で尻尾がなくなり活動を始めます。飼育環境は濡らしたウールなどで大丈夫です。毎日洗浄してください。上陸サイズは2センチ未満のことが多いです。そのため餌も小さいものを用意します。私が実際に使った飼料は症状バエとレッドローチ SS です。どちらもよく食べていました。口に入ればどの生き餌も食べると思います。上陸初期のうちは少し小さめの飼育ケースで管理してえぐいを確認してください。捕食シーンが見られなくても糞が確認できれば大丈夫です。3センチを超えたらピンセットで生き餌を与えてみてください。それで食べるようでしたら冷凍コオロギや人工飼料に慣らしてもいいです。ピンセット給餌になれるまではシンプルな飼育環境がいいと思います。続いてヤングとアダルトの管理方法を説明します。これは実際に私がヤングの個体を管理しているケージです。マスクドツリーフロックが2匹入っています。イエアメガエル2匹も同居しています。床材にはソイルとハスクチップを使用しています。そこに水入れを入れています。その他流木とポトスも入れてますね。水入れ以外に霧吹きなどで水分を与えることはしていません。そこまで湿度を必要としていない気がするからです。水入れの水は毎日交換しています。糞は乾燥して床材に転がっているので見つけるたびに取り出しています。このような環境でも飼育できます。飼育ケースと水入れとキッチンシートのみで管理しています。キッチンシートに糞をするたび交換することでかなり清潔に保てます。この方法は清潔に管理ができるので怪我した個体の二次感染も防ぐことができます。コスト面でも優れており安価に準備できます。簡単に計算すると以下のようになります。まあ2000円ぐらいで揃うと思います。観賞面よりも清潔に管理したい方や費用を安く収めたい方にはおすすめです。ただ冬場の加温器具は別途必要になります。レイアウトケージの場合も加温器具は必要です。ヤングからアダルトは飼育ケース内の温度を20度から30度でキープしておけば大丈夫です。それよりも低かったり高かったりすると健康的に維持できない可能性があります。
ヤングやアダルトの場合、餌は数日おきで大丈夫です。私はだいたい2日に1回くらい与えています。生き餌と冷凍、人工飼料など何でもよく食べます。私は乾燥コオロギやレオパドライをよくあげています。生き餌よりコストが低くストックも楽です。餌付ける手順としては以下のようになります。CB であればほぼ確実に餌付け可能だと思います。 CB であれば体長が3センチを超えたくらいからピンセット給餌を始めてください。それ以下の個体だとピンセットを怖がる可能性があります。3センチを超えるまでは生き餌をばらまきで与えるのが無難だと思います。WC の場合はピンセットになれるかどうかは個体次第だと思います。最初のうちは人前で生き餌すら食べてくれないと思います。その場合は消灯後にカエルが活動を始めてから餌をあげてみてください。まずはピンセットで生き餌をあげてみます。しばらくの間ピンセットで生き餌をあげ続けてください。頃合いを見て人工飼料などをピンセットであげてみてください。もしかしたら食べてくれるかもしれません。練り餌をあげる場合は生き餌にまぶして味を覚えてもらうのも手です。ワイルド個体の場合はどうしても生き餌しか食べない個体もいます。その場合は生き餌をあげるようにしましょう。他のカエルでもよく使われる雌雄判別方法ですが、オスには抱きだこがあるためそれで判別できます。オスは生後半年を超えると鳴き始めます。犬のような鳴き声をしています。メスはそんなに鳴くことがないので、それで見分けることもできると思います。この個体はさっき鳴いていたオスです。オスはどうやら喉元が黒くなる気がします。和名の薄黒のどつなぎガエルも喉元の黒さが由来しているのかもしれませんね。またオスの方がツートンカラーを維持しやすい気がします。同じケースで飼育していてもメスは緑の単色です。こういう色合いが好きな方はオスを選ぶといいかもしれません。そこそこ流通しており丈夫で飼いやすい種類です。気になった方はぜひ飼育を検討してみてください。コメント欄などで質問や相談も受け付けます。気軽に書き込んでください。最後までご視聴ありがとうございました。